始まるよ。再生ありがとうございます。こんにちは、ゆちゃんです。今日はいつも以上にヤバい顔で動画に映ってることは重々承知の上で、今回は動画を撮影しております。今日の朝起きて、あ、ヤバいって、あ、この動画撮影しようって思って動画を今回してるんです。実はね、昨日の夜、昨日ポケモンの発売日だったんですよ。で、昨日スイッチのポケモンが発売されてめちゃめちゃ面白くって、もうね、本当に4時ぐらい、朝の4時ぐらいまでやっちゃって、しかもお風呂も入ってないし、顔も洗ってないし、まあ、歯しか磨いてないんですけど、で、久々にお風呂入らず洗顔せずって感じで朝を迎えたら、なんと、小鼻の角栓が触ってもわかるぐらいザラザラに、なってるんです。今日はこんなに角栓が溜まってる感覚っていうのが本当に久しぶりで、私前にいちご鼻ケアの動画を出したと思うんですけど、それをしないとやっぱりこんなに溜まるんだなって思って、1日でも。なので今日は前に紹介したいちご鼻ケアの動画よりももしかしたら強力かもしれないっていう、鼻の角栓を一気に除去できちゃう裏技というか、私が普段からやっている方法を紹介していきたいと思います。前置きが長くなってしまったんですけど、私は毎日お風呂で洗顔時にベビーオイルでいちご鼻の角栓ケアをしているんですけれども、まあそれを毎日やっていればある程度角栓っていうのはたまらないんですよね。ですが今日みたいにケアを怠ってしまって角栓がすっごいザラザラになっている状態や、まあ季節とかによってベビーオイルでケアをしても角栓が溜まる時期とかあるんですよね。肌の周期とかによって。そういう時に私がやってる方法になります。まず使うのは、じゃーん、こちらになります。バー油ですね。最初に言っておくと、今回やる方法は、私が普段からやってる方法ではあるんですけど、バー油の使い方として公式のホームページに上がっていたり、何年か前に爆発的に流行した方法になります。まあ、まずバー油は、すごく肌に馴染みやすいオイルということで、スキンケアオイルとしてすごく優秀なんですね。で、ポイントとしては、バー油 100% のものを選ぶっていうのが大事です。やり方はとっても簡単で、こちらのバー油を清潔なスパチュラなんかで取っていただいて、適量を小鼻の気になる部分に置いていきます。そして、指で優しくくるくるとマッサージをしていきます。そして最後に水や油小肌の方は洗顔料で洗い流します。この3ステップでいちご鼻角栓が激変しちゃいます。で、このステップ2のくるくるやっている時に、なんとですね、角栓が多い方、また角栓がそんなにないと思っていた方でも、まるで砂利が出てきたって思うぐらいゴロゴロとした鼻の角栓、汚れが出てきます。乾燥肌の改善、いちご鼻の改善、毛穴の改善なんかにすごく効果がある方法になってます。私は結構毎日やっちゃうとニキビができちゃったので、これは本当に角質が溜まってる時のスペシャルケアだけに使っております。まず最初に私のこの詰まった毛穴、角栓っていうのを皆さんにお見せしたいと思います。ここの部分は本当に閲覧注意というか汚い部分になってくるので、苦手な方は何分までスキップっていうのを出しておくので、苦手な方はそこまで飛ばしてみてください。はい、私の今の小鼻の状態はこんな感じです。触るとすっごいね、ザラザラします。この前の方っていうよりはここら辺が特にザラザラしますね。角栓が溜まってるともう触っただけで、あ、なんか入ってるなっていうのがわかります。私みたいにいちご鼻がひどい人はなおさら結構角栓が、あ、入ってるなっていうのがわかると思います。今日はね、砂利がめちゃめちゃ出てくると思います。ただ前よりは私もベビーオイルで毎日毛穴ケアやってるので、まあ昨日はやってないんですけど、だいぶまあそこまで黒ずみっていうのはね、前ほどは目立たないかなと思います。でも今日はちょっとかなり黒ずみ目立つし、ジャリジャリしてます。はい、
それでは早速実践やっていきます。私が使っているのはこちらのバー油です。ドラッグストアとかに売ってます。こちらがですね、株式会社日本天然物研究所っていうところで作られているバー油で、メイドインジャパンの 100% のバー油のやつですね。でこれ長いこと使ってると、なんかバー油の成分が浮いてきて、ラベルがだんだんこう透明に、ね、なっていきます。これ特にねこぼしたとかじゃないです。まずこういう風にね蓋を開けます。でバー油っていうのは劣化がすっごい早いんですよね。なのでなるべく短期間で使い切るのが理想です。あとね中身はこんな感じになってるんですけど、結構ドロッとしてます。暑いところでは溶けるし、寒いところだと固まります。このまま指を突っ込んじゃったりしちゃうと一気に劣化が進みます。バー油はねこんな感じです。サラサラって感じではなくてドロッとしたオイルになってます。これをこういう風に指で広げて小鼻に塗っていきます。あとここら辺とかにも結構角栓溜まる人いますよね。私なんですけど、角栓が気になるところ全体に塗っていきます。私は結構この辺とかにも溜まるので、この辺にも。でこれでしばらくマッサージをしていきます。あーすごい、もうジャリジャリ。今日はやっぱりねいつも以上に溜まってます。でこれほんと優しくで OK です。でこれ量としてはあんまりねつけすぎちゃうと逆に出ないんですよね。うん、すごい出てる。これね、ジャリっていうのが個人差あると思うんですけど、私はこうやってマッサージをしてるとすっごいゴロ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 ね、指にあの砂みたいなものが転がってる、だんだん転がって出てきてるような感覚っていうのがすごいあるんですけど、実際にカメラに映そうとしてもそれはね、なんか見えるものじゃないんですよね。透明っていうわけではないと思うんですけど、私の場合は目に見えるほどの大きい砂利みたいなのは出てこないです。細かいやつが結構たくさん出てくる感じですね。私はまあこれは結構個人差があると思います。で小鼻のザラザラ感っていうのがなくなるまで優しくマッサージをしていきます。はい、まあこれでね私は大体大丈夫かなと思うので、これを洗い流してコットンで拭き取り化粧水とかでささっと拭いてケア完了です。その後にちゃんと化粧水とかで最後にケアした方がいいと思います。はい、バー油での角栓ケア完了しました。見た目がどう変わったのか映していきたいと思います。こんな感じです。めちゃめちゃ綺麗になってるの分かりますか？特にこの辺の黒ずみとか、全体的に黒ずみかなり薄くなってるの分かりますか？でここら辺の頬の毛穴っていうのにも結構効果があります。でやった後は見た目も変わるんですけど、それ以上に変わるのが手触りが全然違います。さっきまで本当にザラッザラで、毛穴一つ一つから固まった角栓が出ているような感覚っていうのがすごいあったんですね。もうやった後はツルッツルです。小鼻がツルッツルになってメイクのりも良くなるし、継続していくことでだんだんこの鼻の黒ずみもね軽減していくので、バー油の公式サイトみたいなところにやり方が書いてあって、バー油を使ったメイク落としと洗顔方法が載ってました。公式サイトのやり方は概要欄に貼っておくんですけど、全顔にバー油を使うっていうものだったんですね。私は全顔にバー油を使ってしまった時に結構ニキビが出てしまったんですよ。結構油性肌の方とか、私みたいに普通肌でも夏とかだと汗をかきやすいとか油が出やすいっていうタイプの方は、全顔に使うんじゃなくて気になる箇所にのみ使う方法がおすすめかなと思います。髪とか頭皮とかいろんな場所に使えるんですけど、私は特にね肌にとっても効果を感じました。ベビーオイルよりもかなり重ためのオイルになってます。なので全顔に使うには私はベビーオイルなんですけど、本当に乾燥してる時だったりポイント使いにはバー油の方がすごい効果があるなって感じてます。私はこちらのバー油を使った毛穴のクレンジングはお風呂でやるとかではなくって、今日すっごい角栓詰まってんなって思った時にやるようにしてます。すごく肌がふわふわになるって話題のスキンケア方法になってます。いちご鼻にもとっても効果があるなって感じたので、今回は紹介をさせていただきました。いちご鼻に悩んでる方はぜひ試してみてください。
はい、ということで最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、チャンネル登録ボタン横にある通知ボタン、評価コメントよろしくお願いします。 Twitter、Instagram も頑張って更新しておりますので、よかったらチェックしてみてください。みちゃんでした。バイバーイ。